皆さんこんにちは。いつもゴンドロチャンネルご視聴していただきありがとうございます。いつもですねスタッフからね声を張れ張れって言われるんですけど今日はちょっと声が張れないぐらい残念なお知らせが皆さんあります。本当 YouTube 僕たち立ち上げて2年ぐらいになるんですけど、ちょっと存続の危機が来ちゃいました。それはなんとですね、今隣にいるんですけど、はい、高谷くんがですね、自分で言う？いつもお世話になってます、専属キャッチャーの高谷です。この度、教員の道をちょっと目指して頑張っていたんですけど、4月から、高校の教員に、なることになりました。そのためこの YouTube コントロールチャンネルを卒業なんですかね。なるよね。卒業に、 さすがにね。そうですね。させていただくことになりました。本当申し訳ありません。いやでもそれはもう夢だったから。はい。仕方ないよ。はい。であれでしょう、今日は公認連れてきましたとかなるんでしょう。これいや今日まだ連れてきてないんですよ。まだ。ちょっと公認を今探してるんですけど。はい。という形に。いやでも本当にね、高谷にはね、いろいろ助けられたというか。ありがとうございます。ね、一番いい思いしたかもしれんよ。でも本当にそうなんです。一番いい経験をこの2年でさせていただいて。いや経験というか、いろんな方とお会いした時に、はい、必ず写真撮るよ。はい、必ず。どんだけミーハーなんていうぐらい。でも、はい、それは。いい経験だったんじゃないかな。いやそうですね、本当いろんな方々にお会いさせていただきましたし、もっと言ってプロ野球選手のボールを取らせていただいたりとか。おー、取ったね。うちのキャッチャーが取るんで。あ、そうなんですか。はい、バーンって言っちゃってくれました。うわー、どうでした、うちのキャッチャー。いや、いいキャッチャーですよ。もう僕より数倍うまくて、祖母さんがあいつ取ろうやみたいに今言ってたんで。うまい。本当に。だってヒロとかネオンも俺に投げるより生き生きしない。やめてください。そうだ。いいっすかね、こんな。僕が一番いい思いしますね。本当にいろんな経験をさせていただけたこの2年間だったので。じゃあその中で一番の思い出は？はっきり言ってよ、はっきり言ってよ。いいですか、うん、逆に多分もう分かりますよね。もう顔見たかった。一番は東京まで行ったな。東京まで行きましたね。僕の大好きな上地雄介さんにお会いさせていただけたのが一番。その本当にいろんな方々に会えたのは嬉しいんですけど、一番はだからあれでしょ、ソブエ王の木下よりも亀井さんでしょ。違う、そうなるとおかしくなってきますけど、じゃあ皆さんそうなんです、皆さんですけど、どなたかを選べ、どの回を一番選べって言ったら、上地雄介さんにお会いさせていただけたことが一番嬉しかったかなっていうふうに思います。今日はわざわざ名古屋から、いえいえ、わざわざこんなことありがとうございます、大所帯で来ていただき誠にありがとうございます。あれです、はい、ボール。今、高谷も分かった？僕、スライダー出して、首振って、押してみた。あ、最初スライダーのサイン出したの、はい、読んでて、うわすごい。あれ、グローブをあげたの？もらったの？グローブは、サインしてもらったの？サインしてもらって、後日いただいたりとか。おー、すごいね。はい、ライブもちょっと行かせていただいて、その後、いろんな交流をさせていただいたりとかさせて。いや、でもね、本当にね、高谷がいて、はい、できたこともたくさんあって、やっぱりこうね、トークだけじゃなくて、その実技というか、はい、そういうものをこう、まあ、メインというか、うん、そういうものをやっていきたいっていうのが俺の中であったから、はい、高谷がいなければこれはできなかったとかなんで、本当助けられたかなっていうのは。めちゃくちゃ打たれたけれどもね。打たれましたね。相手は罰だよね。罰になっちゃいましたね。結局、ね、かなり罰だよ、ね、勝てたのありましたっけ。でも負けた方がね、いいんだって。まあそうですね、そう確かに絵的にはね、はい、そう一個一個覚えてますしね。そう、抑えたらさ、人間って忘れるじゃん。あ、そう、ね、打たれたことって覚えるから、嫌なことって覚えてます。そうだから俺も全部覚えてるつもりでもいるし。いやでも見といて、多分次のキャッチャーもし来て、まだ俺が投げることがあって、はいはい、バチバチに抑えたら、あ、俺だったんだ。俺じゃないからな。俺だったんだと思ってな。そうか、そうですね。
次の子が抑えちゃったら僕のせいですね。完全に。いやでも本当に助けられたし、いやいやいや、もうこの経験をね、今度教員となっていろいろ指導するんでしょ。そうですね、高校野球に携わりながら、はい、YouTube で学んだことが生きるか分かんないけども、はい、いやいやもう本当に高谷らしく、素晴らしい人間性だと思うんで、高谷らしく指導して、今野球界がすごく減ってきてるんでね、選手が、野球人口が、野球をしたい、続けたいっていう選手を、そのプロ野球選手にすることは多分なかなかできないと、うん、やっぱこれはやっぱり数パーセントだし、うん、でもそのどういう道であれ野球を続けていくっていうことは誰でもできると思うし、そういう選手をたくさんね、育成していってもらいたいなっていうのがあります。ありがとうございます。てか YouTube に絡んでて教員になる人とか初めてじゃないの？はあ、でもいらっしゃらないかもしれないですね。聞かんよな。初って言っていいですか？僕は言えよじゃあ、いや僕もいましたって、私もですって来るかもしれない、出てくるかもしれないですね僕が先ですみたいなのが、うん、いやでも本当この2年間でやっぱ一番学んだっていうのは、やっぱり何事も吉見さんから一番学んだのは、何事もやっぱり考えることが大事っていうところを一番学びました。まあ一番は野球がほとんどだったと思うんですけど、やっぱり吉見さんも当時現役の頃は考えてやってたし、今もいろんなことを考えられてるっていうのをすごく身近に感じることができたのがすごい一番、これって多分野球だけじゃなくて、うん、まあ、社会に出ていく上で大切なことなのかなっていうのを一番学ばせていただけたので、それが本当にいい経験に、一番です、一番いい経験ができたと思います、はい、ありがとうございます。本当にありがとうございます。いやこちらこそお世話になりました。いやいや、もうでもこれからもね、本当にコントロールチャンネルは応援してますし、まあ、直接的なことはできないかもしれないですけど、陰ながら応援だったりお手伝いだったり。高谷の学校行くわ。お、ぜひぜひ。許可取っといて、許可。いやもうすぐ言っときます。いや本当に来てください。行く行く行く。ぜひピッチャー陣教えてください、うん、ピッチャー陣みんなやろ野球。いやもうぜひ応援します。な、本当に、はい、なんかそういったこともできればと思うので、はい、本当にということでね、はい、夢は達成してないんでしょ、まだ。まあこれからです ね、はい、高谷の夢があると思うんで、はい、これから夢に向かって、はい、教員になるって言ったでしょ、はい、教員です。何を教えんの？ちょっと待って、これ当てていいですか？いいですよ。体育以外でしょ？体育以外なんですよ。高谷のな、マジで分からんねんけど、数学。正解です。あ、合ってる？俺社会かなと思ってんけど。ああ、社会も言われます結構、けど数学を教えれるの？いやいやいや、俺が子供はね、はい、まあ、数年前に受験してるんだけど、あ、そうです、ね、受験勉強をね、はい、こうやって俺は勉強はできないけど見たらさ、はい、もう図形とかさ、はい、これどうやって解くんやったっけみたいな、はい、なんかなんとか線入れればいいんだろうとか言ってさ、はいはい、できるの？一応。お、すごいね。ですけど、はい、まあ、数字が好きっていうのもあって、まあ、キャッチャーでいろいろ考えるっていうのもつながってるのかもしれないですけど、まあそんな中、まあ、ここから勉強もね頑張っていかなきゃいけないと思うので、そっちもやりながら野球もやってっていうところで頑張っていければ、まあ、大事だからね、はい、野球だけできてもダメだから。本当にそうですね。その方もしっかりと、はい、教育指導してもらいたいなと思います。と、はい、うことで、卒業するので、はい、もしコントロールチャンネル入りたいという人がいるといたらどしどし、そうですね、メールあるのかな、これ あると思います、ね、はい、送っていただければ、目を通すので、はい、遠慮なく、はい、応募してください。ということで、高谷ありがとうございました。本当にありがとうございまし た。これからも、ご活躍を、高谷こそね、はい、ありがとうございます。応援してます。頑張ってください。はい、ありがとうございました。本当にありがとうございました。ありがとうございました。